皆さんおはようございます、今日はですね、高崎市江木町にある長野関にやってまいりました。関って何ぞやってことなんですけど、灌漑用水施設なんですけども、関っていうのは川をせき止めたり堤防を作ったりとかいう灌漑施設ではない、それ以外の灌漑施設を関というらしいですね、知らんけどね、これが円筒分水関っていうもので、川の水を下まで引いてきて、そこからサイフォンですね、あのサイフォンみたいに下から湧き出るようにして、でこの円錐形のところで、各地に水路を作って分散していくという、まあよく考えたなっていうね、ここにこの江木町にある長野関の円筒分水系、分けてる水路は 1,2,3,4 箇所ですかね、4箇所こうやって分かれていくわけですね。水農業用水なんですけどね、水がないと農業できないですからね、水をめぐってね大変な争いがあったわけで、これがねどういう形でどういう構造でできているかっていうと、その説明があるんですけど、この左の図の一番下、川からこうやって下の方に水を持ってきて、そこから水が、湧き出るような施設を作ったんですね。よく考えますよね、その川っていうのが高崎市を流れる烏川っていうところなんですけどもね、川がやっぱり農地から離れてたんで水路というのが必要なんですけども、もう水の権利でね、やっぱり人間同士農民同士がやっぱりね争うわけですよね、利権絡みますからね。だからその利権で争いが起きないようにっていうんで、こういうの作ったんですね。長野さんが作ったんで長野関っていうんですね、ここに今あるのがその水路から出てるんですけども、今2本ありましたけど、2本が一緒に同じ方向に行ってるんですけども、この先で分かれます。こういう水路が何本かあって、その先もまた分かれて、その先もまた分かれてっていうね、あのトーナメント表を決勝の方から逆に見てるような形でどん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 広がっていくんですね。でもこれでね争いがなくなるんだからいいですよね。その水路がですね、見てください、どんどん分かれていくとね、なんかすごいですよね。なんか高速道路みたいな、モノレールの線路みたいな、こういうのが普通に民家の中にあるわけですから、やっぱり歩いてみて、あ、これなんだろうって疑問持っちゃいますよね。それが今でも残ってるっていう、灌漑施設だけに感慨深い。